なんですか。はい、それでは最後に、うん、これからこういうマッサージとかを勉強しようかなと思っている方や、うん、もう今勉強中でこれからサロンオープンしようかなとか思っている方に何かアドバイスを。あ、そうですね、私も本当に普通にゲラマッサージとかをやって、それがどのようにその方にいいのかは分からなかったんですけど、実際サロンでコンスタントに来てくれるお客さんも施術して、本当に私は学院で習った通りにしか基本的にはやってないんですけど、もうすごく体質が改善されて病気が良くなったとか、本当に楽になったっていう声たくさんいただいて、もうその声をいただくと私はああやってよかったな、だから絶対に確実な技術をこの学院は教えてくれてるんだろうなっていうのが、いや、分かりました、今更でごめんなさい、でも本物だっていうことは分かったかな。それ以外のことは本当私他の学校も行ってないし、そこの技術だけで今勝負してるんで、それでちゃんときちんと続けていただいてる方がすごくいいっていうし、リピートしてくれるっていうことは気持ちいいっていうことですよね。だから確実に手に職がついたっていうことなんだなって思ったので、学校で勉強してる時はこれでいいのかな、これで合ってるかなっていうことばっかり気になっていた部分があったんですけど、こうやって実際たくさんの方を触らせてもらって、あ、本物の技術をちゃんと私は習得できたっていう自信にはなるので、よかったなと思います。なんかね、先ほどもお伺いしたんですけど、さあとにかく3回来てくださいって言って、本当にもうなんか血圧が下がったりとか、そういうお声をね、いただくということで、なんかそれは自信になりますね。自分もびっくり、いや、そうなんだって言ってでもそれがやっぱ自信になって、他の方にもちゃんと来てくださればこうできますよっていう風に自信を持っておすすめできるので、半信半疑だったのが今は確実に言えることになってきたのが良かったかなとは思いますので、どうしてもね、自分の施術を自分で受けれないので、でもそこがこう皆さん自信を持てないところが、そうなんです、私に本当にやってもらいたいねえ、なんでしょうけどね、でもそうやってこうちゃんとしたこう反応をね、嬉しい感想をいただけてるし、リピートしていただけるっていうことで、ね、そうですね、自信になって、だからやってみないとダメなんですね、触らないとダメですね、たくさん触るとでやっぱりちゃんと筋肉とか骨格とか、そういう勉強させてもらってるんで、一人一人全然違うっていうのも実感できるし、違うからこうってイメージしてできるんですよね、なんて言うんだろう、そうだから院長に言われて勉強したことはもう確実に技術に出るんで、なんかこうタオルの上からこうちゃんと分かるように、筋肉とかここが分かるようにって先生がおっしゃってましたけど、そうだからそういうふうに投影して、いつもまあ私も本とかはここに置いて見るようにはしてるので、で、この僧帽筋がこうなってとか思いながらで触るじゃない、で後からお客様に説明する時も、写真を見せながら、今ここの筋肉がこのように凝っていたのでとか言うと、またちょっとこういい感じ、そうですね、でも全部それはまあ院長の受け売りですけど、言われた通りにやればうまくできるっていうのは大丈夫ですみんなって院長の言うことは間違いないって感じです、私も先ほどねやっていただいて、ちょっと右がこう張ってるっていうか盛り上がってるって言われて、自分自身は全然意識ないんですよね、だからやっぱりお客さんも全然そんなの分からないと、単に肩凝ってるとか分かると思うんですけど、そうやってこうやって客観的にこう見ていただいて指摘していただいて、それをこうほぐしていただくっていうのがものすごくこう信頼につながるっていうか、そんな感じがしますので、だからまあそうちょっと出張の時はちょっと自分がうまく頑張れない時とかもあったんですけど、タイミングいいタイミングがあったら絶対掴んで、でもう一回ちょっとブランクが空いたとしても、
やってみることで、うん、こうやって、まあ、私みたいにそうです、ね、ちょっとブランクあっても全然 OK で、うん、覚えては覚えてるので、はい、まあ、間相手も家族ぐらいは触るようにしていれば忘れないので、うんうんうん、いつでもタイミングがあったら飛びついて諦めないでやってみることですね、うん、そうだと思います。基本は、まあ、学院でみっちり教えさせていただいているということで、はいはい、もうあのあれが基本なので、はい、ありがとうございます。いい学校に入ってよかったと思ってます。こちらもね、私は今日はあの駅からあの、うん、花子台ラインからこちらに来ましたけど、ずっとこう水路の隣ですかね、こう緑がすごく小道みたいになってて、すごく気持ちいい。サイクリングロード、うん、そうそう、でこうベンチがあったりとかしてね、うん、でそこもね割とこう往来がね、こう散歩してる人とか結構いらっしゃって、はいはい、すごくいい雰囲気の中のトンネル抜けて、うん、で今度はなんかすごく賑やかなあの商店街通ってみて、はいはい、でこちらにたどり着いたって感じなんですけど、なんかすごくいいところに。そう、構えられたなと思いました。まあ、周りにしかもこういうところがないので、皆さん待ちに待ったぐらいな感じで来てくださってる部分もあるし、本当に何もしなくてもお店の看板だけで来てくださってるのは本当にありがたいので、そのお客様をね大事にしながら、うん、もうちょっとこう大きくはできないけど、まあ、自分のペースで何年も続けていけてたらいいかなって、うん、やっぱ続けていただけるっていうのが、うん、顧客からす、お客さんからすると嬉しいですよね、うん、そうなんですよね、うん、全然いい、あっという間になくなってしまったらね、本当にもうどうしたらいいのアスカラってことになるので、うん、やっぱりこうね、ちょっと予約を待たなきゃいけないとしてもやっぱりあの無理なく続けていっていけたら、はい、行っていただいたらなと思います、ね、そうですね、はい、うん、はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。じゃあ今後も頑張ってください。頑張ります。ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。